たわしさん近況報告の巻。皆さんどうもこんばんは。ハリネズミチャンネルこと変な人でございます。こちらにいらっしゃいますのがハリネズミのたわしさんでございます。元気いっぱいね、ミルアムさん食べております。彼はね、もう 4歳からおじいちゃんですね。元気いっぱいなヤングなおじいちゃんなんですけれどもね、最近やっぱり顎の力がね弱くなってきました。ミルアームさんもね、こんな感じでよく噛まないと、食べることができません。それでも元気いっぱい元気いっぱい、食べては寝てこんな感じでね、のんびりと過ごしております。見えるかな。かれこれもうね4年間飼っていますけれどもね、たわしさん元気いっぱい過ごしております。ただね、やっぱり顎の力が少しだけ弱くなっていますので、餌の方はね、餌をふやかして与えております。餌の方はね、こちらベベン、ジューン、こちらのね、ハリネズミフード、こちらをね、お水でふやかして与えております。今回はね、どどん、ミルワーム and ジャイアンミルワーム、この 2種類をね、用意したんですけれどもね、ミルワームさん今ね、1匹与えてみたんですけれどもね、ちょっとね、やっぱり噛む力が弱いので、今回ジャイアントミルワームさんの方はね、ちょっと飼い主的にはね、やめておこうかなと思います。よいしょねえ、やっぱりさ、美味しく食べられるのが嬉しいよね。基本的にたわしさんはね、ほぼほぼ最近寝る時間がすごく増えましたので、こんな感じでたわしのお家、この中でのんびりとのんびりと過ごす時間が増えております。やっぱ4歳にもなるとね、顎はね弱くはなるんですけれども、それでも元気いっぱいね、生きておりますねえ。朝起きて必ずね、たわしさんってみんなってね、みんなの挨拶回りするとね、一番にたわしさんがね、顔をひょこって小屋から出して、おはようみたいな感じでね、こっちのこと見てくれます。今日はね、のんびりとのんびりとしたね、時間の中で、たわしさんとミルマムさんあげてみました。一匹しかね、今日はね、食べられなかったけど、まだまだ元気元気、ね。これからもずっと一緒にいようね、たわしさんね。ありがとうって、おやすみって。